たします。朝の支度はお済みですか、マスター。本日ボディーガードの依頼を引き受けましたタマモビッチ・コヤンスカヤです。バレンタインは何が起こるかわからない、下手すると異世界に行ったきり戻ってこない。私には全く理解しかねることですが、まあカルデアですし、そういうこともあるのでしょう。マスターの安全を守るのも契約のうち。どうか大船、いいえ大リボンに乗った気で危険なバレンタインをお楽しみいただければ。おのれ、まだいましたか犬コロ。その鳴き声、勘に触りますね。生態のありなしで動物に差がつくとでも。というか、あなたにとやかく言われる覚えはありません。自分から牙をなくした犬コロらしく、カメラの外に引っ込んでいてくださいます。私ともあろうものがマスターの前で死闘など、これは冷静になる必要がありますね。ごめんあそばせ、少々席を外します。もちろんそこの荒ぶる獣と一緒に。覚悟なさい、今日こそ決着をつけてやりますわ。冗談はほどほどに、と笑いたいところですが、あの犬コロの反応は尺に触りますね。私からのチョコですね。もちろん、バレンタインですもの。カルデアのマスターにふさわしい高級ブランドの一品をご用意させていただきましょう。後ほど梱包してお渡しいたしますので、それまでしばしお待ちいただければ。今日はグイグイ来ますのね。私の手作りですか。まあ用意はできますけど、その場合私のプライベートを使うことになりますので、その普段の契約とは別サービスになりますが、よろしいでしょうか。ノータイムの決断ありがとうございます。それでは人生一回分の興奮体験、私のチョコを買い取るための資金調達、夢のプレシャスフロアにご案内いたしますわ。建設途中のカジノリゾートにようこそ、カルデアのプレイヤー様。手作りチョコをお求めとのことでしたが、私のそれは直にして国家予算に匹敵するもの。どうあがいても1階の研究員に支払える金額ではございません。私も残念ですが、ビジネスパートナーとしてここをお友達価格にすることはできません。ですが、それではイノベーターバニーの名が廃るというもの。見果てぬ夢だとしても、その夢が実現可能な手段をご提供する、それが私ども NFF サービスの経営理念です。
ハッタリではないご様子ですが、もしやラスベガスで豪遊したことが終わりでした？なんということでしょう。初めてのカジノ体験は私のものでしたのに。と、そこまで理解が早いのでしたら、あれこれ説明するのは野暮というもの。ここではあなたはマスターではありません。一攫千金を求めてチップを握る挑戦者。一回のかも。失礼、果敢なプレイヤーになったのです。フロアは貸し切り、外の時計の針も止まったまま。チップはプレイヤーの時間と欲望を換金いたします。どれほど負けがこもうと、諦めない限りゲームセットはありません。目標金額は、そう、あなたの人生1回分が良いでしょう。どうぞ心ゆくまでお楽しみください。カジノオーナーとしてその奮闘を見届けさせていただきますわ。飽くなき挑戦はこうして始まったのです。勝利、敗北、奮戦、挫折、勝っては負け、負けては勝ちを繰り返し、現実時間において何百日にも及ぶゲーム体験は彼を超一流のプレイヤーに鍛え上げたのです。手には生涯賃金に匹敵するチップ、胸にはやり遂げたものだけが持つ充実感、まさに幸福の絶頂、最高のフィナーレ。これはもうチョコの用意をするしかありませんね。おめでとうございます。とカジノにいたディーラーは皆ハイ、プレイヤー様にはもう勝てないと揃ってバニースーツを脱いでしまいました。ディーラーがいないのでは場はならず、これ以上のゲームはできないのですが、まさかこのまま面白みもなく終わるなどと思ってはいませんでしょう。あなた様が積み上げたそのチップとチョコを交換することはたやすいですが、それではこれまでの苦労が報われません。交換などしたくはない。チョコもチップもすべて欲しい、そう思われているのではありませんか。そうでなくては。ご注文信じておりました。ご用意できるゲームはあと一つだけ。プレイヤー様はここで積み上げたチップのすべてを、私はこのカジノそのものをかけさせていただきます。先ほどディーラーはもういないと申しましたが、それは正規のディーラーの話。最後の勝負にはクライマックスにふさわしい一流のディーラーをあてがわせていただきます。そうしたいのは山々ですが、これはあくまであなた様の人生をかけたゲーム、私との生死をかけたゲームではありません。確かに今のプレイヤー様の運気は人類史上最高のもの、人域の限界者と言えるでしょう。波のディーラーでは敗北は必定、私でなければ話にならないとは存じますが、負けが込んできたからといって自分からルールを壊すような真似は、はい、
それではゲームの種類をお選びください。カードとスロットどちらをお望みですか？カードでございますね。では専用ルームにご案内いたします。こちらが当カジノ自慢のビッグフロア、キャメロットでございます。あちらのゲーム台をご覧ください。彼女がプレイヤー様の対戦相手。ようこそいらっしゃいましたプレイヤー。何でも全財産をかけての勝負だとか。素晴らしい。突進するイノシシのようです。バニーの耳にかけて全力で相手をさせていただきます。ちなみに私の幸運値は龍種最高ですが、カードの貯蔵は十分ですか？あれほど積み上げた成果が崩れるようになくなりましたね。私とても残念です。すべてを手に入れるまであと一歩でしたのに。ああ、私のマスターともあろう方がおかわいそうに。今では干からびた皮袋、地べたを這うことしかできないなんて。ラストゲーム、ハラハラして見守っておりましたが、こんなはずでは次こそ勝てる。もう負けられない。少しでも取り返せないと。地の底に落ちていく敗者の鳴き声として、これ以上のものはないかと。まさに人生という名の弾丸、見事に私のハートをぶち抜きました。とはいえ、あなたはすでにゴミクズ。私に借金100億 QP を負ったサーヴァント、真っ当なサーヴァントであればここで契約を切り退去するものでしょう。ですがご安心を、私は決してマスターを見捨てません。折れた心には矯正ギプスを、消えた炎には電気ショックを。命ある限り、何があってもご主人様を再起させるのが私タマモ族でございます。さあお立ちなさい。今回の敗北は必ずやあなたの肉となりましょう。私は信じています。次こそは神聖な私の企みをかいくぐり、勝利の栄光をつかみ、成功者になったマスターの姿を。え、嘘。まだ前説程度の煽り出したのにもう再起動なさいます？もう少し弱々状態を看護したくはありましたが、それはそれ。折れても折れても立ち上がる不屈の精神、大好きです。ここは地下100階のカジノ牢獄。ゲームに勝ち1億 QP を返済するごとに上の階に進めます。地上へ生還した時には借金もゼロになり、一回りたくましく成長していることでしょう。どうぞこれをお持ちください。私からのプレゼントです。ダンジョン攻略のための初期装備、お守りと思っていただければ。それでは私はこの辺りで。地上でお待ちしておりますわ、マスター。